ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで8番道路進んでいこうか。この辺も、ああ草むらあるね。あれどっこら、いやでかいな。どっこらの進化系ってことか。お、この辺なんか光らない？アイテム落ち、いやー怖い怖い怖い、なんかおじさんに追いかけられるみたい。やめてくださいいやでも捕まえたい捕まえたい。何ムッキムキやん。野生の土鉄骨が現れた。よし捕まえていこう。実はこの土鉄骨がメスだという驚愕の事実に驚いているうちに、エースバーンがやられるという大ハプニングが起こるが、なんとか相手の体力を削り、お願い次こそ。おお、いいんじゃない。あ、来た、やったー、よかった、土鉄骨を捕まえた。よしよし、どっこらもねレベルアップして、あの進化するならさせたいなって思いよったんやけど、多分これで大丈夫でしょうどっこらまだレベル11やけんさ、今からレベル上げるのちょっときついかなって思いよったよね。土鉄骨、筋骨ポケモン、仲間やゴーリキーと筋肉を自慢し合う、負けた方はしばらく姿を見せなくなる。そういうのがあるんやそういう世界なんやねきっと、うんうん、ちょっとあれかな、回復してこようかな。あ、これあれやない、誰やったっけ、あの武士みたいな困ったな。よし、ちょこれ捕まえてからポケモンセンターで回復してくるわ。私回復に帰る前にもう一匹捕まえようと欲を出したものの、体力を削ってからなかなかボールに入ってくれず、こちらのポケモンは瀕死になるわ、ハイパーボールもどんどんなくなるわで踏んだり蹴ったりな。アイリはさあ来い。おおお、あーやったー、よかったよかったー、小股投げっとー。よし、オッケー。はい、小股な刃物ポケモン、鋭い刃を操り敵を追い詰める。河原の石で体の刃を手入れする。へえ、この子も進化するんかな。めっちゃごつくなりそう。じゃあちょっと私は、あれはあれは、いやでもいけんかな。ちょっと回復してきます。はい、ってことで回復してきました。よーし、進んでいきたいんやけどさ、やっぱ新しいポケモンいっぱい出てくるし、新しいポケモンを捕まえたいんだよね。野生のゴビットが現れた。これは普通に岩タイプってことでいいんかな。あとちなみにハイパーボールも買い足してきたよ。ニトロチャージ。おお、ちょうどいいちょうどいい、めっちゃいいやん。よし、じゃあこれで、かわいいなあ、ちょっと待って全然威力的にはかわいくない。よし来い、これ以上減らせんだろ体力。来いよ来いよ。おっしゃ、一発嬉しい。ゴビットを捕まえた。誰かの進化系かな。はい、ゴビットのデータが新しくポケモン図鑑に登録されます。ゴビットゴーレムポケモン、粘土から生み出された古代のポケモン。なぜか大岩を並べ続ける者もいる。どういうことどういう状態、なんだかよくわからんけど不思議な感じやね。あれこの子、おー、ワシボンや。私が欲しいって思いよった子やん。欲しい。これは捕まえるしか。ということで、ニトロチャージ。いけ。よし、ハイパーボール。いい感じに止まってくれるね。耐えて耐えて。よし、来い。この子はきっと進化するはず。おっしゃ、きたー、ワシボン捕まえた。かわいいこの子、いいよねいいよね。はい、ワシボンのデータが新しくポケモン図鑑に登録されます。ワシボン、ひなわしポケモン。強そうなポケモンを見ると戦いを挑まずにいられない。負けると大声で泣き出す。わがままだなそういう感じなの。こういうのってあれかな、一旦ボックスに預けたら回復するんかな。
ー怖い、ちょっと待って。下にはトレーナー。なんかこの辺にアイテム落ちてなかった。あ、上か。どうも。あなたのポケモン、健康かどうか私が見てあげましょう。なんなら回復もしてくれてよろしくってよ。ドクターのレーナが勝負を仕掛けてきた。回復してくれるどころか、溜めて手を瀕死にするヤブ医者だった。ふぅ。ぬいこぐまで結構余裕で倒せた、普通に。ポケモンの元気がなくなると私の気持ちも落ち込みますね。まあお医者さんだったらそんな感じだろうね。大抵の人は元気な時に元気のありがたみに気づかないね。まあそういうもんなんよ。ちょっと体調が悪くなったらすぐに気づくよ。健康のありがたみ。お、光の石。ある特定のポケモンを進化させる不思議な石。光のように眩しい。え、いいやん。誰に使える石やろ。何誰。お、サイボン。いいねいいね、捕まえてこう。やっつけた。効果抜群、マジで。え、何タイプ。鋼も鋼に効くんやったっけ。あ、ぬいこぐまレベル27。あ、進化する。やったね。おや、ぬいこぐまの様子が。あ、しかし、しかし、はい、ごつくなる。おめでとう、ぬいこぐま、キテレグマに進化した。顔は可愛いんだけどね。てか、この寸胴具合。キテレグマのデータが新しくポケモン図鑑に登録されます。キテレグマ、剛腕ポケモン。仲間と認めると愛情を示すために抱きしめようとするが、骨を砕かれるので危険。愛情表現激しい。お、締め付ける。まさにやね。愛情表現で抱きつく。締め付ける。でも締め付けるってなんか微妙よね。こらえる。こらえるな、クソ。はい、これで、こらえる忘れて、締め付けるを覚える。オッケー。全部ノーマル系の技よね。格闘系の技を覚えていただきたいんだけど。できれば。あっこから降りるのか？回復ポイントはないんすかね。ないんすかね。でもキャンプすれば大丈夫か。なんかこの間道具街で発見というかあれしたんやけど、動かしよって、なんか街中でもスマートフォンのこと、スマホ。街中でもなんかキャンプするっていうのができるんやけど、どういう技？尖った角で相手を突き刺して攻撃する。攻撃は必ず命中する。あ、そういうことね。コーン。確かに角だ。何あのポケモン。めっちゃ私の嫌いな芋虫系やん。こっちから降りていけばいいんかな？なんかすごいね、あれよね。上におっても気づくんや、ポケモン。めっちゃ入り組んだところだな。怖ーい！あ、待って。止まったやん、なんか。ぎゃー！他のポケモンにぶつかった。お、サダイジャ。これ絶対あれやん。砂蛇の進化系やろ、これ。確実にそうやろ。鼻の穴の主張が激しいサダイジャを、キングラーで、少しずつ体力を削っていくアイマ。いけい。さあ、来い来い。お、お、おっしゃ、来たー。サダイジャを捕まえた。砂蛇捕まえてないけど。キングラーレベル36。いいね。サダイジャのデータが新しくポケモン図鑑に登録されます。サダイジャ、砂蛇ポケモン。全身を縮め、100キロの砂を鼻の穴から噴射。鼻からなんや、しかも。砂がないと弱気になる。マジで。かわいいやん。蛇は嫌いだけれども。よし、そして。お、すごい傷薬3個。痛い痛い痛い。突っ込んでこないで。君はもう捕まえたから、ワシボン。さあ、ちょっと逃げさせていただくよ、私は。レベル40やん、結構高いね。はい、進んでいきます。お、あれはソルロックやったっけ。ちょっと下で待ち構えてるんですけど、ワシボン。うわ、当たった。そりゃ当たりますよね。はい、逃げます、私。逃げる。めっちゃ麻痺しとるやん、キングラー。
そこのソルロックおいで。野生のソルロックが現れた。野生のソルロックを捕まえようと頑張るが、キングラー、トリトドン、チェリムとやられ、逆に残り1体だけというところまで追い込まれてしまう。これキテルグマ絶対速攻でやられるやつやけん、レベルがレベルが、え、逃げるしかないやん。ちょ待って、キャンプしよう、キャンプ、ポケモンキャンプ。ふう、こんな場所でもキャンプができ、え、キテルグマしかおらん、キテルグマしかおらん。ちょ待って、料理しよう、料理を始める。さあ、ここで食材は荒吹きブルスト、そして木の実は、イヤの実。さあ、これでいこうか。どれぐらい回復してくれるかな、まあ、とりあえずでも全員復活はしてくれるやろうけん。あれ、あんなところにチェリーもおるよね。さあ、仰いで仰いで仰いで、ここ、なんなんやろあれ、休みよんかな思うんやけど、毎回結構時間かかるんよね。何しに来たの、代わりに仰いでくれる、力ありそうやし、なんか嬉しそうやね。キテルグマの好物ってことかな、これは。出来上がるのがやっぱみんなこう好みの木の実とかあるやろうけんね。よいしょよいしょよいしょ。なんか昔あれじゃない、コロックやっけかなんかっていう餌あったことない、ポケモンの。まあ、心込めて、はっ、どうよ。ほら、やられとったはずのチェリーもおるんやけど、普通に。なぜ？はい、完成。酸っぱ口ブルーストのせカレー。酸っぱ口？酸っぱいの、酸っぱいの好きなの？キテルグマ。でも食べてなくない君。私が食べよるの見よるだけな気が。HP 半分回復。おーおーおお、なるほど。とりあえずみんな回復はした ?OK。キャンプで過ごして経験値をもらった。よし。はい、キャンプも終わったけん、とりあえず旅立ちますか。こっちに行けばいいんかな。ん？これは、飛び降りれんのかと思った一瞬。こっちにアイテムが。お、アイノはゴージャスボールを3個見つけた。捕まえて野生ポケモンがとても仲良くなりやすくなる居心地のいいボール。ボールの中の居心地とかよくわからんけど。おこれなんか一個一個に目がない？どういう状態なんやろ？すごく気持ちが、おーっと。野生の隊列が現れた。なるほど。一匹一匹、なんかバラバラって感じなんかな。すごく気持ちが悪いんだけどせっかくキャンプで回復したのに次々と瀕死になり、残りはカメテテとキテルグマだけ。せっかく買ったハイパーボールも全て使い切る涙目のアユナ。ちょ、待って、何で行けばいいの？スーパーボール、数あるスーパーボール。ハイパーボールで捕まえれんかったやつをスーパーボールで捕まえようとする。あんなにハイパーボール打ったのにスーパーボール一発で捕まえれたやん。どんだけやねん。ちょっと気に入らんかったんかな、ハイパーボール。カメテテレベル37、キテレグマレベル28。隊列のデータが新しくポケモン図鑑に登録されます。あ、見てなかった。動揺しすぎです。何ポケモンだ。虫なのか、虫で合ってるのか。あっちにアイテムが。やめて、呼ばないで野生のポケモンを呼ばないで。キャンプします。さっきのキャンプのカレーは体力半分しか回復してなかったので、今回は木の実多めでもっと体力を回復させようとするが、最後に真心込めて、なんか誰も近寄ってこんけど大丈夫大丈夫？お？完成！どうなった？ん、でも嬉しげな感じやね。ブルーストのせカレー。あれ？特に、
特に何もないの。どうすか、回復量増えたりとかするかな。お、初めてマホメル級の美味しさ、 HP と状態異常回復経験値をもらった。アイナとキテルグマたちはまた少し仲良くなった。これは全部回復したの？半分とかじゃなく。わからないキャンプで過ごして経験値をもらった。よしよし、はい、キャンプ終了ってことで進んでいこう。あら、トレーナーさんかしら。人生を旅に例えるけどさ、死ぬこととゴールは別物だよな。まあ人生のゴールは死ではないと思うバックパッカーのりこが勝負を仕掛けてきた。ドラメシア、幽霊的な、ドラゴンの幽霊、ドラメシアそういうこと。お、全回復してる、すげえ。今回のカレーのおかげで全ポケモンの HP が全回復していたので、人生について考える暇もなく難なく勝利。ふう、負けても終わりじゃない、また戦えばいいよな。まあまたきっとどこかで会おういろんなジムチャレンジャー出会い勝負をしたよ。みんなゴールできるといいな。ジムチャレンジャーのゴールは、まああれよね。お、でかい金の玉、めっちゃいいやん。キラキラと金色に光る純金製の大きな玉、ショップで高く売れる。あっちもなんかあるんかな。ありそうな感じよね。ん？ここを通り抜けていくってことか、もしや。あ、違う、入れん。足場に捕まった。ちょ、待って。逃げます、私。よし、オッケー。さてさて。あ、こっちからか。どうも、俺たちのライブに飛び入り参加してもらうぜ。誰だよ誰なんだよ。ミュージシャンのリュウタが勝負を仕掛けてきた。メンバーはどこですか。トゲデマル、かわいい電気タイプやね、きっとこの子は。とりあえず火炎ボールで行こう。ゴー、かわいいけどごめんね電気に炎は効果抜群なの。そうなの、今初めて知ったよ。チェレムレベル33、一匹かい。なんていうか、パートナーとのリズムが合わねえんだよな、つぶらな瞳よくあるやつやね。何あれ、ポケモン。いつかネズさんとセッションしてえな。何ネズさん、あれポケモン、なんかね、塗り壁みたいなの今なんかおらんかった、気のせいかな。光ったんかもしや。ん、王者の印、なんやろ。待たせると攻撃してダメージを与えた時に相手をひるませることがある。へえ。ちょ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 、まっすぐしか動かんのかなあいつは。金の玉ゲット、ここで、ちょ、早く動いてくれるここでお金大量ゲットって感じやね。よいしょよいしょよいしょ。そろそろ抜けれる？あ、出口じゃないあれ。ん？あれは何やろ？取材しようかな？インタビュー。うん、びっくりした。そっか、ここにおったんやっけ。野生のイワパレスが現れた。レースバーンで順調に体力を減らして。はい、スーパーボール。この子はスーパーボールじゃお気に召さないかしら。どう？いける？ヒオパレスを捕まえた。デオパレス的な。お、キテルグマレベル29。そして岩パレスのデータが新しくポケモン図鑑に登録されます。岩パレス、岩宿ポケモン。虫、岩、虫なんや。乾燥した場所を好み、雨の日は岩から出ない。縄張り意識が強いぞ。縄張りって言ってもな。ここになんか、あ、よね。ワタマシン43、瓦割りを見つけた。手刀を、手刀か。手刀を勢いよく振り下ろして相手を攻撃する。光の壁やリフレクターなども破壊できる。ここの空間もすごい気になるし、何かアイテムがあるんじゃないかと思うけど。でも抜けれそうやけん、抜けていこうか。ん、なんかキャンプ場もあるね。可愛い私が連れているのは強くて強すぎるポケモンよ。自分で可愛いって言うなよ。
できるビジネスマンにはコミュニケーションが重要。ポケモンとの仲はバッチリです。そうですか。今回はカメラマンとかじゃないよね。ビジネスパートナーのユリエとキヨシが勝負を仕掛けてきた。ビジネスパートナー、なるほど。 OL とビジネスマン、なるほど。同じ会社で働きようかな。ちょんまげ頭のキヨシと自分で自分のことを可愛いというユリエ、一体何のビジネスをしているかは謎だが、ポケモンの腕はなかなかのもので、かっこアユナがダメすぎるのは内緒。大苦戦の末、苦戦しまくった。あなたのポケモン強くて可愛い？どうしたの？あなたに勝利をセールス。私はお小遣いがマイナス。ダメや。二人揃ったら結構な額やね。強可愛い私には強可愛いポケモンがいいの。やけん助っ人を呼ぼうとしたってこと？スケジュール確認。負けてくよくよしていても得られるものは何もないのです。確かにね、それはそうなんやけどね。この辺なんか落ちてそうじゃない？落ちてないか。キャンプの秘密の合言葉、スティックを押し込みでずっとしゃがむことができます。小さいポケモンとの距離がずっとぐっと近づきますよ。あなたもよろしければ私のキャンプに寄って行ってください。こっちなんか行けそうじゃない？アイテムとかありそう。ほら、グランドコートを見つけた。持たせたポケモンが技や特性でフィールドを張った時、いつもよりも長く残る。もう街に到着かな。どうやろ。あ、街っぽいかな。着いた、やっと。なんか温泉みたいなマークや。八番道路湯煙小道。え、全然街じゃないけど、あれはポケモンやね。あー、なんか怖い。ちょっと待って、人がいるのは見えた、トレーナーがいるのは分かったんだけど、すごい広い。思った以上に広い街やった。とりあえず先にここについておいて、ポケモンセンターで癒されたいです。岩系かなぽいよね、多分。分からんけど。分からんけど、とりあえず回復しとこう。おー、スノーマンやん。よきよき。こんにちは、ポケモンセンターです。あなたのポケモン休ませてあげますか？はい。それではお預かりいたします。はー、やっと。やっとみんながこれで元気になる。道中めちゃくちゃ大変だった。お預かりしたエースパーンたちはみんな元気になりましたよ。またのご利用お待ちしてます。ふぅ。さあ、ってことで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。さあ、やっとこさ、この大きな町に着いたけど、またなんかね、観光が楽しそう。いいね、いいね。